おはよう。昨日はですね、アンズちゃんが籠城して、譲渡会には行けませんでした。だいたい1時半ぐらいになったらしらーっという顔してですね、部屋に出てきてくつろぐようになったんですけれども、昨日は1日ちょっと警戒はあったかな。アンズちゃんはね、上に行ったかな。そんな中、かおりんちゃんはどん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 こうやってなでさせてくれるし、そうね、部屋の外、ケージの外でもこう調子がいいとなでられるって感じですかね。間が悪いと逃げちゃうんですけどね。遊びはだいぶ好きになってきたというか、体力がついてきて、猫じゃらしを結構長時間遊べるようになってきました。カオリンの外出していいかな。遊んでおいで。後ろにアンズちゃん来てるよ。あれ、アンズちゃんまた隠れた。アンズちゃんはなんだ？棚のとこ。はい、ちゃんくん登場。あ、通り過ぎるですか。あ、アンズちゃんを探しに行ってくれんの。なんかはいつも偉いね。カオちゃんは外出ないでいいんですか。カオリンちゃんが面白いのは、ここでなでなでを、してもらいに来るわけなんですけれども、しばらくは自分から出ないんですよね。なでなで好きってことかな。
しみをしようか。よいしょ。遊んでおいで。
ハンズちゃん、まだ警戒してる？